回目か。もうちょっと、もうちょっと。シングルで歌手して当たるのは久しぶりだったと思います。まあ久しぶりですよ、まあ、しょっちゅうやってるもんですけどね。はい、はい、1対1で今日やってみていかがでしょうか。あのエレボーやっぱり最初の頃全然強烈で、ね、迫力もあるのかな。ちょっと首が揉めそうになったかなってのがあったし、やっぱりなんて表現していいかな。あれ一回絞ったでしょ。絞ったことで彼のその体からにじみ出るそのもっとすごい底力っていうのはちょっと影を潜めかけたかなって気はしましたね。今日久々にやってみて、まあ新日本プロレスのリングちゃんね、やっぱり食事制限してしながらトレーニングしてグッドシェイプを心掛ける選手が結構多い、 ほぼいるというか、ほとんどいるというかね、そういう中で彼はなんかそういう道じゃなく、なんかもともとレスリングの底力知ってますからね、体からそのなんか溢れんでるパワーっていうのがね、より出る体っていうのはあれじゃないと思うよね。僕がプロレス業界に引き入れて岡に見えた可能性っていうのはもっと違うところあるんじゃないかなと、それやっぱ彼が分かった時すごい個性というか、その彼にしかできない底力っていうのがリングで披露できて、お客さんの度肝を抜くようなね、お客さんがそういうファイトができるんじゃないかなと。やってみてやっぱり成長してるだけにプロサーファーを言うとしたらそういうところだと、はい、本当に俺なんかコッパ無人にね吹き飛ばすパワー本来彼の潜在能力あるはずなので、それが一日でも早く開花してほしいと思いますね。出てますか。危ないなとか、ね、負けそうだなとか思う、脅かされたなって思う。あ、やっぱエルボー強かったですね。エルボーボーンってなんか若い選手からなかなか感じえないっていうかね、結構そういう打ち合いっていうのは嫌いじゃなくて、あの自分からも言っちゃう方なんだけど、あれは強烈だわ。そういうもの持ってるんですよ彼が。それ意識してるかしてないか抜きにしてそういう潜在能力があるんですよ。ちなみに今日のメインは、はい、まあ、その今やってる海野選手と吉田選手、若手同士っていうのは、まあ、ある意味でライオンズゲートとしては正しい姿なのかなと。いや、それもそう思う。はい、あたりは全然、いや、しっかりもう目を締めてくれれば、期待する部分というのはどういうことですか。いや、もう期待もちろんもちろん、はい、いや、だって毎回ライオンズゲートはね、やっぱり簡単な相手とはやらせてもらえないとかね、ライオンズゲートではやっぱり若い選手のね、本当に一種隙を見せようものなので、ね、そこをついてこようとする若い選手ばっかりやらせてやってるんで、ね、だから彼らの力で今日のお客さんを盛り上げればいいんじゃないですかね。期待値が高ければいいんだけどね、やっぱちょっと、残念ながら興行数も多いってことでお客さんの家はいつもよりちょっと弱いかなってのがあるけど、そういう来なかったお客さんを後悔させるような試合してほしいね、彼らに。今も始まって、やってる中でね、それがでやっぱりできたら本当にメインとしてずっとやっていいんじゃないですか。どうですか。以上です。